はい、こんにちは、つかつでーす。ということでね、今日もやっていきましょう。いや、今回はね、こちら、最近のつかっちゃ、ゆっくり頑張ろうっていうことで、最近もう寒くなったじゃないですか。もう冬ですよ。秋はもう通り越して冬になったと思うんですけれども、結構ね、最近ね、ちょっと疲れてきてるんですよね。もう元気がないと言ってもいいです。もうちょっとうつうつとしてきてる感じはしますね。 あの、僕昔からね、年末にね、なると、だいぶね、気持ちが落ち込むっていう傾向があるんですよ。これなんでか知らないよ。まあ気温とか、そういうのかかってくると思いますよ、空。寒いからっていうのがあるのかもしれないけど、これね、年末近いとしんどいんですよ。めちゃくちゃしんどくなっちゃって、なんかね、何もする気起きないんですよね。だからね、もうちょっと今ね、その感じになってきてる、今。それで一つ、まあ変化というか、 わかりやすい兆候があって、それはね、やっぱ食欲がね、増してくるっていうことなんです。僕ね、やっぱストレスをね、感じると、めちゃくちゃ食うんですよ。もう本当に爆食いのレベル超えるぐらい食うんですね。なんか買ってきて、晩ご飯ービよって言って晩ご飯食うでしょ。その時に、もうね、めちゃくちゃ食うんですよ。2、3合ぐらい。 食うんですよもうまあ肉とか買ってきた時に、まあ、肉を置かずにご飯食うでしょでわーって言ってもうかき込むぐらいに食うわけですよその時はお腹いっぱいになったとパンパンだと文字通りお腹がパンパンになったぞって思ったその2時間後ぐらいにお腹空いてくるんですよねでその時はもう夜の9時とか10時とかですよでもねやっぱお腹空くから近くのコンビニとかでポテチとか買ってくるんですね 結構でかいサイズの、今百何十グラムとかの、ラージサイズみたいなあるじゃないですか。パーティー用みたいなやつあるでしょ。あれ買ってきて、開けて一人で食うわけですよ。そうしたら、その時やっぱお腹ね、いっぱいになって、あ、お腹いっぱいなったと思うんだけど、その2時間後ぐらいに、さらにカップラーメンみたいな、赤いきつね、緑のたぬきみたいな、 そう、カップのね、うどんかそばかを食べたりするんですよ。だからめちゃくちゃ食うでしょ。で、ここ数週間か数ヶ月ぐらいでめちゃくちゃ太ったんですね、僕ね。まあ、これもまたね、動画作りたいんだけど、ダイエットの話ね。僕ね、実はめちゃくちゃね、痩せたり太ったりするんですよ。僕ね、あの、1年間でね、10キロとか20キロ単位で増減するんですね。だから、その、痩せれることは痩せれんだけど、太りやすくもあるんですよ。 だから意味ないんですけど、今年のね、2020年の4月には僕80キロあったんです。で、結構丸々太ってたんですけど、その2ヶ月ぐらいで僕ね、18キロ痩せたんですよ、実は。それ動画ですらよかったんだけど、4月から、まあ7月ぐらいですかね。7月ぐらいには、もう62キロぐらいまでなったんですよ。で、やったと。結構痩せれたと。で、もっと痩せるつもりだったんだけど、やっぱり2、3ヶ月するとね、そこで一つ、緊張の意図みたいなのが、 パーンと、あの、ちぎれちゃって、そっからね、やっぱ食べちゃってたんですね。でも、その時はそんなに太らなかったんだけど、まあ結構ここ数週間とか、1ヶ月、2ヶ月ぐらいで、今、70キロがね、戻ったんですよ。だから、80キロ、62キロ、70キロになってんの。だからね、めっちゃこう増減するんですね。で、それはもう1年の中でよくそんぐらいすんですよ。10キロ単位とかで、痩せたり太ったりするの。で、僕も、それ痩せたいから、 ね、痩せてイケメンの方がいいじゃないですか。僕もいずれですよ。いずれ、この動画でね、チャンネルでね、顔出し放送とかやってみたいわけ。僕もよう顔出しせずにここまで頑張ってきたいなと我ながら思いますよ。これはちょっと話ずれいけど、読書系のね、YouTuber の人って、ほとんど顔出ししてるじゃないですか。顔出し,してない人もさ、いますよ。いますけど、で、別に僕は僕のスタイルでやったらいいだけなんだけど、 で僕はやっぱりそういう太ってる時期もあるから、やっぱ顔出しするとね、なんか嫌なんですよ、自分が。自分の顔を僕はあんまり好きじゃないから、その顔出しはしないって決めてんだけど、いずれね、まあ今70キロだけど、まあそっからまた20キロぐらい痩せて50キロぐらいになるじゃないですか。まあそしたらイケメンにね、少しはなると。 太ってるだけでもねあ、やっぱり顔ってね、ちょっと不細工になりますよ、本当に。これは自分の経験ですからね、自分のことを言ってるわけで、人のことはまああんまり分かんないからね、言わないけれども、前と比べたら分かるからね、何ヶ月か前と比べたらすぐ分かるんで、顎にちょっと肉が出てきたなとか分かるんで、だから、今それをね、なんとかしたいと思ってるわけ。で 最近ね、ここ数日は散歩するようにしています。これはもう自主的にね、やっぱ散歩しようと思って。昔はやっぱ走ったりとかしてました。あの、ジョギング結構好きで、ずっと走ってましたね。体を動かさないとやっぱり、その分きついなっていうところはあるので、今散歩して、まあ一種のリハビリ的なことをやってるわけですけれども、だからちょっとね、やる気っていうか、しんどさが、 今来てるんですね。で、年末が近づくにつれて、それはどんどんひどくなると。多分ね、動画のね、投稿頻度ちょっと下がるかもしれないですね。結構ね、動画を撮ることがね、ちょっと億劫なんですよ、今。あの、撮りたいね、ネタめちゃくちゃあるんですよ、僕。あの、メモ帳に貼ってるし、コメントとかで来てる、まあ、これ取り上げてください、みたいなやつは全部メモしてね。 あの、羅列して、めっちゃあるんですよ。50ぐらいあると思うんです、ネタ。で、もっともっと取り上げたいし、本も読みたいんだけど、なかなかね、今それができてなくて、で、結構もう、億劫になっちゃって、新しいね、動画を撮るっていうのがね、結構疲れ、疲れてて、しにくいところあるんです。なんで、それね、今ね、実はストックがね、あるんです。その、無編集の動画のストックね。だから、そのまんま投稿はできないけど、 テロップとか入れたらできるっていうのが30個ぐらいあるんですね。で、それは過去に買った本の紹介ね、いわゆる購入本紹介が30個ぐらいあるの。で、それはね、なかなかタイミングを一してて出せてないっていうやつなんですよ。その8月とかにね、買ってきた本とかの動画を、もうとりあえずは録画していて、いつか出そうって思ってるんだけど、いろんな動画出してるうちに、 それが遅れてしまったと。今もう10月終わりぐらいですから、11月になって8月に完璧な本とかを紹介する動画をね、出そうと思うんです。とりあえずそれを出すと。30個動画あるから、それをね、どん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 使えばいいだけの話で、そればっかりになる可能性もあります。時々やっぱりそういう新しいね、違うね、購入本紹介だけじゃない動画もね、 出したいっちゃあ出したいですよ。出したいんだけど、まあそういうことになる可能性もあるので、まあそれだけはね、ちょっとお許しをというところでございます。はい。なので、まあ頑張ろうと。ただ、スローペースにね、頑張ろうかと思っております。はい。まあ、まあ今度ね、まあ今ね、300ね、これ80何本目とかなんですよ、動画。で、今度400本になるんですね、近いうちにね。だから、その時また400本メディルスっていう動画出そうと思うんですけど、 400本も出せば動画ね、その毎日投稿しなくてもっていう気持ち僕の中でまだあるんですね少しね。だから過去の動画がたくさんあるから、そう、ボンボンボンボ新作出すよりかは、もしかしたらゆっくりゆっくりね、あの動画投稿してもいいかなっていう気持ちはあるんです。まあ、しんどい時はもう休みます。で、休む時にあの、休みますっていう YouTube の僕のコミュニティかな、なんかね、ツイートみたいな感じで できる機能あるんですよ、YouTube に。僕の動画のチャンネルのどこの右の方にコミュニティかなんかがあって、そこをクリックしてもらったらツイート見れますんで、まあ今日は出ないんだとか、あとツイッターでもまあ一応言いますけれども、あの、ツイートもね、やっぱしんどくてね、できないっていう時あるんですよ、本当に。結構考えてるんですよね、僕ね。読書系で一応やりたいなっていう感じはあるんだけど、僕めちゃくちゃ真面目な人間で、 なんかしんどいですみたいなツイートするとなんか読書関係ねえじゃねえかみたいな感じでなるんじゃないかって思ってネガティブツイートねしないように心がけてるんですね実はね僕一応ツイートは12時ぐらいに1個出してあと6時に YouTube の動画出しましたよっていうツイートやってあと8時になんかもう1個読書関係のツイートするって1日3回って心がけてるんですねだからそれでいろいろ考えたりするんだけどその1日3回もねしんどくでね今1日2回とかになっちゃってるんですよもう昼のツイートもう思いつかないからもういいやみたいな感じになってるんですね。 だからそれはやっぱこれまでの習慣というかそういうやってたね出来事ができなくなってきているという証拠でしょやっぱりそういう変化が見られているということなんですよねなかなか辛くてまあでもゆっくりやるしかないかとしんどい時はもう休んでもいいという感じはあるんですよね、まあ、今年はねやっぱコロナみたいなさそういう大きな出来事があるしやっぱりそういうネガティブなね まあ言わないけれどもネガティブななニュースとかかか。も多かったじゃないですかだから僕の中で心にぐ、ね、さってね来てるんだと思うの少しずつなんか毎日毎日少しずつ来ててそれがやっぱりね、冬にねつながってくるんですよね冬の寒さみたいなしんどさみたいのが、まあ、どんどんどん積み重なっていくにつれてドカンと今来てるって感じはあるんだよな まあそんな感じでね、ちょっとね、これから動画投稿がもしかしたら頻度減る可能性ありますし、YouTube の,あの購入本紹介の動画だらけになってしまう可能性ありますけれども、まあ、それではちょっとご容赦くださいということでね、ちょっと今、つかつピンチな感じ、心身ともにピンチな感じです。 ですので、まあの過去の動画をね、皆さんあの見ていただけたらと思っております。はい、元気出して頑張りますわ。はい、ということで今回は終わりです。高評価、コメント、チャンネル登録、ね、どうぞよろしくお願いします。ではでは、つかちゃんでした。バイバイ。